本日のお題は、ドックの水が抜かれていくところを、延々と見ていこう、というものです。見えていますのは、ジャパンマリンユナイテッドの第4ドック、キュークレ海軍工廠造船部第4船居になります。で、入居している船は深田サルベージの、大船、オーシャンシール2になります。なんぞ変な形をしていますが、後部デッキを潜水させて、船や物を積み込めるという優れものの、大船なのです。ドックの底が見え始めてきましたね。ドックの底に見えているのは、バンギと言いまして、あの上に船を乗せて支えとするものです。あれ？そんなことを言っても、バンギの上に船が乗ってないじゃん、と思われるかもしれませんが、今見えているバンギは、前にドックに入っていた船のためのものなのです。で、オーシャンシール2が入居している間に、次に入居する船に合わせて、バンギを移動させるのだとか、大方水が抜けてきましたね。作業員の方がドックの中に入っていかれました。これから最終的な固定作業を行うのでしょう。動画を撮り始めてから、だいたい3時間ぐらいで水は抜けました。ジャパンマリンユナイテッドでは、船をバンギの上に下ろすとき、数ミリ単位の誤差で下ろせるのだとか、すごい技量ですよね。ドックの水も抜け切ったことだし、これにて終わりたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。